ベクレル。ベクレル、英語、ベクレル、記号、ベクレルとは、放射性物質が1秒間に崩壊する原子の個数、放射能を表す単位である。例えば、ある放射性物質について8秒間に原子が370個だけ、崩壊するのであれば、その放射性物質の放射能は46.25、ベクレル、ベクレルである。ベクレルという名称は、 ウランの放射能を発見し、ノーベル物理学賞を受賞した、フランスの物理学者、アンリ・ベクレルにちなむ。かつては改変毎秒、改変毎秒、DPS、ディケイズ・パー・セカンド、ディシンタグレーションス・パー・セカンドといったが1975年の国際土壌構想会にて、この名称になった。ベクレルは SI 基本単位により、S で組み立てられる組み立て単位である。 ベクレルは、数値の桁が大きくなるため、などの SI 窃盗時を使用することが多い。MBQ、ミリベクレル、10ベクレルなどの小さい方のものもよく用いられる。他、放射性、物質 1L、リットルあたりのベクレルは、ベクレル、L、放射性、物質 1kg のあたりのベクレルは、ベクレル、kg で表される。 かつては、1g のラジウムの放射能を表すキュリー、記号 C という単位が用いられていた。一般に電離作用をもたらす放射線は人間にとって有害である。人体への放射線の影響を考えるときの最も重要な量は、放射線と人体との相互作用によって人体が吸収したエネルギーの量、吸収線量、単に、グレー、G である。また、 確率的影響の発生を制限することを目的とした放射線防護の領域においては放射線の種類やエネルギー量の違いによる放射線の生物影響の違いを平準化しさらに臓器の違いについて平準化し和をとった実行線量単位シーベルト、シーベルトが用いられる。ベクレルなどの放射能の単位は 放射性物質から放射線がどのぐらい出てくるのかということを表す物理量であり、出てきた後の放射線が物質や人体とどのように相互作用するのかは、ベクレルだけかは一切わからない。同ベクレルの放射能が存在しても、その人体への影響は、宣言の形状、射程の評価、吸収線量や放射線の種類やそのエネルギーなどの条件によって異なる。 つまりは放射性物質が異なれば、たとえ放射能が同量であっても、放出する放射線の種類やエネルギーは異なるということである。どのような状態で放射性物質が存在するのか、測定位置までの距離はどのぐらいあるか、測定者と宣言との間にある物質の遮蔽によりどのぐらい放射線が遮られるかなどによっても影響が変わってくる。そのため、その他の情報を 一切伏せて、ただ放射能が合計何ベクレルあるということだけでは判断することができない。またシーベルトからベクレルに換算することもそういった条件がわからないり難しい。もちろんベクレルからシーベルトへの換算が絶対に不可能というのではなく、様々な条件がわからない限り単純計算では難しいというわけである。実験的に放射能を測定する場合、 対象の物質や性質が分かっているならば、放射能が時間変化で急激変化しない場合は、カウント数と放射能の強さをあらかじめ測定しておいて、相対的な差で放射能を測定するなどの手法が用いられる。ただし、半減期が経過すれば、原子数は半分になる。放射能は、原子数に比例するため半減期が経過すれば、放射能も半減してしまう。 そのため、半減期が極めて短い原子核、素粒子であれば、相当高感度、高性能の測定器が必要となる。逆に半減期が極めて長い場合や、放射能が極めて低い場合も、滅多に放出しない、放射線を確実に検出せねならないため、これも高い技術力が要求される。ここでは、具体例として、1g のラジウム226に、 何個のラジウム226原子核が含まれていて、それが何ベクレルの放射能を持っているのか、大まかに実際に計算する。崩壊定数ラムダを持つ、放射性同位体 N 個の放射能を、A、ベクレルとするとき、であることを用いる。純粋な、他の物質が混じっていないラジウム226のみからなる、物質1ムを構成する原子の個数 N を求める。 高校科学において、アボガドロ定数 n イコール6.0210個の、質量数 m の原子の重量、g は m、g であるので、である。ラジウム226であれば、m イコール226であるので、となる。ラジウム226が n 個あるときの放射能を、a、ベクレルとする。a イコールラムザ n が成り立ち n はすでに求めているので、 崩壊定数ラムダを求めて掛け合わせれば良いことが分かる。一般に崩壊定数ラムダである物質の半減期を t とすればが成り立つ。すなわち、半減期からその物質の崩壊定数を求めることができる。ラジウム226の半減期は正確に1600年で、あるので秒数で換算すればとなり、とラムダが算出される。よって、放射能 A、ベクレルは、 と求めることができる。現代におけるラジウム1。グラムの放射能の正確な値は3.6。10ベクレルと言われるので、だいたい合っていることがわかる。この場合のラジウム226は時間とともに崩壊によって減少していくので、計算するにあたっては経過時間を考慮する必要がある。また、時刻 t0 における放射能は崩壊後の各種が放射性である場合、その各種。 親各種との放射能の総和は、放射能の分増えるので、ラムダ N、ベクレルより大きくなる。ユニコードには、ベクレルを表す蒸気の文字が収録されている。これは、CJK 互換用文字であり、既存の文字コードに対する広報互換性のために、収録されているものであるので、使用は推奨されない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。